宅建試験後に転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中女性社長の不動産ライフ、受験生にぜひ覚えておいてほしい宅建業法の重要問題編ということで、このセミナーは完全合格で10個資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということで今日もですね、先日のコラボ模試ファイナルでやったこのデジュン宅建直前予想模試の中で受験生は比較的間違えてしまったりしている問題で重要な問題を私は取り上げているんですが、今日ですねお話をさせていただきたいのは宅建業法の問題です。正直そこまで正解率は低くはなかったんですけれども、できればもうこの模試を受けるレベルの人に関してはもう 100% に近い確率で正解をしていただきたいなっていう問題があります。でじゃあなんで引っかかってしまったのかというところも含めてですね解説をしていきたい問題がありますので、その問題はですね今日やっていきたいと思います。1本目の動画でやる問題は自ら売り主制限、発注制限の問題でございます。非常に重要な知識入っておりますので集中して聞いてください。問いの41になります。正解率は 68.9% です。まあまあ高いです。これ予想正解率出してる側の持ってる予想正解率は 60% なんで、それを結構多くの方は超えてきているんですけども、今からこの問題をもう初見の方はやる人もいると思うんですが、間違えちゃうとですね非常に危ないので、必ずここはできるだけ正解していただきたいという感じの問題だと捉えてください。で今から問題のネタバレ入っていきますんで、これから予想もし受けるという方は受けた後に見てください。ということで早速行ってみましょう。いきますよ。宅建業者 A が自ら売り主として宅建業者でない B と売買代金を4000万円、手付金500万円、中間金1000万円とするマンションの売買契約を締結した。この場合に関する次の特約のうち、宅建業法の規定によれば有効なものはどれか。はい、特約について聞いてます。こういう特約をした場合に有効か無効かを判断するだけでございます。いきますよ。1、売買契約締結後、マンションの引き渡しまたは所有権移転登記が完了するまでに、A の責めに帰すべからざる事由によって、当該マンションが滅失した場合には、B は残代金2500万円の支払いを免れる旨の特約をした。はい、これ有効でしょうか無効でしょうか、何を聞かれてるか分かりますでしょうか。まずそこはポイントです。さあ、いきますよ。これ答え言っちゃいますよ。大丈夫ですか、分かんない人ストップしてくださいね。いきますよ。答えははい、これ有効でございます。これはですね、契約の目的物は契約成立後に債務者の責めに帰すべからざる事由、これは不可抗力っていうふうにですね表現すると分かりやすいと思うんですけど、不可抗力により滅失した場合、契約自体は有効なものとして存続し、滅失した目的物の損害を誰が負担するかというですね危険負担の問題になります。危険負担でございます。危険負担についての特約の規制はないんでございます。よってこの選択肢のですね特約は有効であり、本というの正解詞になります。要するにこれが丸なんでございます。なお民法には当事者双方の責めに帰することはできない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができると規定されています。これは民法の規定でございます。宅建業法にですね特別な規定ですね、特約に関する規制はないんで、これ自体は別に全然有効ですというお話でございます。分かんなかったという方はですね必ず覚えてください。ここで知識丸覚えじゃなくて、何をこの今解説で言ってるのか分からない方はですね、ここをちゃんと理解してください。ここは理解できないとですね丸覚えしても本番で全然対応できませんので、結局ですねまず民法の規定があった上で宅建業法にその特約を規制する規定があるかどうかっていうところが非常に重要なんですね。でここに関してはないということでございます。危険負担に関してはですね、なのでこの問題はまず危険負担の問題だということが認識できるということはまず第一歩だという感じでございます。続いていきますよ。 A がカップ販売を行い、 B が不払い金の支払いを怠った場合、 A がその支払いを書面で催告し、8日以内にその義務の履行がなされないときは、 A は売買契約を解除することができる旨の特約をした。はい、これ有効でしょうか無効でしょうか。さあ、いきますよ。答えは、はい、無効です。これはねもう無効って見抜いてほしいです。これはもう罰です。絶対罰だって見抜いてほしいんですけども、宅建業者が自ら売り主となる宅地建物のカップ販売契約において、カップ販売というのはもう分割払いでございます。カップ販売契約において不払い金、要するにこれ分割払いで支払っていくお金のことですね、の支払い義務が履行されない場合、要するにですね、分割払いの支払いが滞った場合ですね、には、30日以上の相当の期間を定めて、書面による支払いの催告をし、その期間内に支払い義務が履行されない時でなければ、不払い金の支払い自体を理由として契約を解除し、または支払い期限の到来していない不払い金の支払いを請求することができません。そして本市の特約では A はその支払いを書面で催告することになっていますが、期間がですね8日以内となっています。これはもう短すぎるんですね。ですからこの宅建業法の規定に反してますから無効になりますというお話なんでございます。
これはね、この30日以上というキーワードをちゃんと覚えていれば、もう瞬殺で×というふうに見抜けると思います。アップ販売のところは、守備薄くなっている方多いので、もう一度知識確認しておいてください。最近こういうところもちゃんと出てくることありますので、まあ、あまりカップ販売で実務でやることはほとんどないんですが、必ずここにですね、この30日というキーワードとか、書面による催告とか、そのあたりの知識について絶対に覚えておいてください。続いていきますよ、3。A が B に引き渡したマンションの品質について契約内容に適用しない欠陥があり、契約の目的が達成できない場合には、その欠陥が A の責めに帰するものである場合に限り、 B は売買契約を解除することができる旨の特約をした。はい、これ有効でしょうか無効でしょうか。さあ行きますよ、これ答えは、はい、×です。これも非常に重要な知識です。これ絶対覚えておいてください。本試験で出る可能性あります。宅建業者は自ら売り主となる売買契約においては、契約適合責任に関し民法に規定するその不適合を通知する期間について、その目的物の引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定より買い主に不利となる特約をしてはなりません。民法によれば、売り主の責めに帰すべき事由がない時でも買い主は解除することができます。これは民法の規定ですね。したがって売り主の責めに帰するものに限って解除することができる旨の特約というのは、民法の規定より買い主に不利になっている特約になりますから無効でございますというお話でございます。これわかりますでしょうかね。これ非常に重要なんでございます。これは何を言ってるかということがわかれば、これは罰だということがわかるっていうタイプの問題なんですけども、よく意味わからないという方はもう一度選択肢よく読んでみてください。この辺にですね、これ図で考えないとわかりづらいんで、これ図で一応出しておきますんで、そこも含めてですね、一回ちょっとイメージで確認しておいていただければと思います。最後いきます。4。B が売買代金支払い債務を履行できなかったことによる契約の解除をするときは、 B は A に対する違約金としてすでに支払い済みの手付金をこれに充当するほか、損害賠償金として500万円を支払う旨の特約をした。はい、これ有効でしょうか無効でしょうかというお話でございます。さあ行きますよ、これ答えは、はい、無効でございます。宅建業者が自ら売り主となる売買契約において、損害賠償の予定と違約金の金額というのは合算して、代金額の10分の2を超えてはならず、これに違反する特約は10分の2を超える部分について無効になります。よって本市の場合、違約金として手付金500万円と、損害賠償金として定めた額500万円の合計額1000万円のうち、代金額4000万円の10分の2である800万円を超える200万円について無効になるということでございます。ここは解いてほしいなという感じの問題でございます。ということでですね、正解は1という形になります。1だけ正しいという形になります。これはですね、1番の選択肢知らなかったとしても、できれば3番から4番が比較的基本的な知識を理解して覚えていれば解ける問題なので、そういう意味で正解した人がですね、68% もいたという感じの問題でございます。で、この問題を出していただいたレックさんからですね、コメントいただいておりまして、ちょっとご紹介します。こちらです。自ら売り主の総合問題です。問題文柱書きからすると、手付金等の保全措置を想起するかもしれませんですが、問われていることが広いので問題文を丁寧に読み、何が問われているかに注視してくださいということでですね、コメントいただいております。意味わかりますかね。これ単純なこれ手付金等保全措置の問題じゃないということですね。この最初の問題文からすると、手付金とか中間金とか言ってるんで、これ手付金等保全措置の問題が来たかっていうふうに思い込むと思うんですけど、全然違います。違うというかですね、いろんな論点聞かれてるんです。なので、まあ、こういう聞かれ方ね、本試験でする可能性、ね、結構高いので、なんていうんですかね、知識をね、横断的に聞いてくるんですよね。広い知識を結構聞きたいんです。で、最近の宅建試験はやっぱりね、丸暗記している人に正解できない問題を出す傾向がありますので、ちゃんと理解してないと、このね、4つの選択肢もなかなか解きづらいんですね。丸暗記だとなかなか解きにくい問題を出していただいたんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日2本目の動画の方では、もう1問ですね、宅建業法でやっておきたい問題がありまして、そっちの方はですね、なんと正解率は 37.6% で非常に低かったんです。低かったんですけども、超基本問題でございます。なんで間違えたのかというところも含めて、2本目の動画で解説しておりますので、必ずですね、本試験前に見ていただきたいんで、このままですね、2本目の動画クリックしていただいて見に来てください。それでは一緒に行ってみましょう。